ちゃブルブルデザイナーです。今日は自宅でできるボールタッチパート2やっていきます。このトレーニングをね、10分間毎日積み重ねることで必ずサッカーが上手くなるので、ぜひやってみてください。以前あげたパート1の動画がすごく好評で、もっともっと僕はやりたいんですっていう子がたくさんいたので、10分間ボールタッチのトレーニングをやりたいと思います。1日やっただけでは絶対上手くならなくて、毎日毎日コツコツ積み重ねていくことが大事です。でやっていきましょう。まずスクラッチ。スクラッチというのは DJ のスクラッチです。みたいにカチャン、前でしょっていう風にやります。ボールを触るのはここ真ん中が 50% だとしましょう。ここ50、後ろ50だとしたら、前のね25から30ぐらいの間でボールを触るようにしましょう。まず1 1、2って動くんだけど、1で足をパーパーにするようにしてスッと押してあげる。で2でグーにするようにして引いてあげる。パーグーパーグーパーグー。幼稚園生は足でいいこいこするだけでもいいと思います。だんだんできるようになったら1、2は離してあげる。1でパーで離してあげて、2でクッと戻す。1、2、1、2、1、2、1、2。ボールはね、下から転がすんじゃなくて、この上のところを上下上下上下っていう感じで触ってあげる。ここですね、トン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 、ある一箇所でタッ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 とできるとすごく効率的です。でできる人は軸足をちょっと曲げてあげるとより遠くまで蹴れますよね。1がグーパーなので、ちょっと曲げてあげる。1で2で戻す。曲げてやや戻す、やや戻すっていう、こういう感じで、こういう感じで、はい、やってます。でこれを大体ね100回やってください。前に向かってスクラッチができるようになったら、次は横ですね。横1212121212。でこれも反対側の膝はちょっと曲げてあげるとより遠くに行くので、タタッ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 っていうようにできるとすごくいいと思います。幼稚園生だったりね、まだ始めたばっかりの子は横に対していい子いい子するっていうイメージでこれもいいです。できるんであれば1で離して2で戻す。僕のコツとしてはさっきと同じように、ここの一箇所をちょん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 って触ってあげるだけ。こうやって1の時はこの辺かな、2の時はこの辺、ちょっとボールの真上に近くなったかなを戻してあげるだけ。1、2、1、2、はい、パタパタパタ。これもねやっぱり同じ100回を右足左足ね、左足もできるようにしていきましょう。1個目の縦のスクラッチね、前へのスクラッチと、2個目は横へのスクラッチ。これ100回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 で400回やってください。これね、400回やってもね、4分とか、まだ始めたばっかの子でも10分ぐらいやるとね、意外とできてしまいます。それができるようになったら、次は前戻す、横戻す、前戻す、横戻す、前戻す、横戻す、ね、これができるようになるとね、こういう感じでね、いろんなとこに動けるように。1、2、3、4を1セットとして50セットずつやってほしいから200回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16って数える感じで、右足200、左足200。 できる人は小さくじゃなくて大きく戻す、大きく戻す、大きく戻す、大きく戻すという中で速くすると最高です。はい、ラスト。ラストは後ろに下がりながら前戻すよ、横戻す、前戻すよ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 。これを1、2、3、4を1セットとして
50セット200回ずつできるとすごくいいと思います。合計で何回だ、前で200回でしょ、横で200回で400回で、前戻す横戻すで400回、後ろに移動するっていうので400回だから1200回、だいたい15分、早い人だったら10分以内に終わるトレーニングなので、ぜひやってみてください。頑張ってください。